こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。2020年3月、三沢基地に河野防衛大臣が視察。隊員たちをねぎらった。三沢基地には、今現在、F-35A ステルス戦闘機が17機配備されている。18機の予定だが、昨年悲しい事故が起きたばかり。ハイテク戦闘機の操作はかなり難しいのかとも考える。訓練にはいろんな事故がつきものだが、ハイテクだからといって事故が起きないとは言えない。それが現実になった事故だった。すごい性能もまた、同時に世に知らしめた。データリンクで、両機の行動が分かってしまうところだ。やはり、すごい性能は秘めている現実。今第6世代戦闘機という戦闘機は、この F-35 をはるかに超えていく。戦闘機にしか、その呼び名は与えられない。また、今後の F-35A ステルス戦闘機の配備計画も継続するだろう。河野防衛大臣も、ステルス戦闘機の重要性と F-3 戦闘機開発には気づかれた。極東アジアの平和のために、F-35A といえば、今、EU で大変なことが起きている。その状況をお伝えしよう。2020年3月時点で、世界を襲った新型の蔓延は、様々な分野の活動に多大な影響を与えているが、ロッキード・マーチン社の F-35 ライトニング2戦闘機の生産も、例外ではなかった。しかし、同月の18日からは、イタリアの最終組み立て工場の再稼働も、予定されており、同じく、すでに再稼働を始めている。日本の最終組み立て工場を含め、停止しなかった他、アメリカ本国と合わせ、すべての工場が通常の状態に戻る予定だ。新型は、特にイタリアでの拡散がマスコミを賑わせているものの、工場内への感染予防措置が施されたことで、当初の予定通りの稼働が再開される運びとなったようだ。これらの最終組み立て工場の一時的な停止があったとはいえ、F-35 ライトニング2戦闘機の大半を生産するアメリカの工場は稼働を続けていたことから、おおむね全体の生産数は、計画通りで遅延なく進んでいると見られている。そんな世界中で多数の国が導入を決定している。すでに第5世代戦闘機のベストセラーと言えそうな F-35 ライトニング2戦闘機だが、2019年6月には早くもその能力を高めるブロック4、の開発が公表されている。このブロック4は F-35 ライトニング2戦闘機の価値をさらに飛躍的に高めるアップデートとなると見込まれており、その性能からはすでに第5世代戦闘機の範疇を超え、限りなく第6世代機に近づくとも言われる。従来の F-35 ライトニング2戦闘機は、ブロック 3F と
呼称されていた。バオジョンであったが、今回の新型のブロック4では、まず、機体内のウェポンウェイに収容可能な空対空ミサイルが、6発とこれまでより2発増加させることに成功している。これにより、高いステルス性能を保持した状態での兵装の量を、より増加させる同時に、空対空ミサイルも、従来の AIM-120、アムラームのほぼ倍の射程を、持つ、ミーティアが実装可能となり、さらなるアウトレンジからの攻撃が可能となる。ブロック4で最も大幅に強化されるのは対地攻撃用の兵装だといえ、約 550km の長射程を誇る JSM ミサイルや、機体内部に8発搭載可能な SDB-II 爆弾、B61、戦術核などの複数の誘導兵器の運用を実現するとされている。特に、アメリカのレイセオン社が開発した SDB-II 爆弾は特筆に値する兵器であり、40マイルを超す射程距離において移動する目標を全天候で標的とすることが可能なことから、ピンポイントでの攻撃にも威力を発揮するものだ。もちろん、こうした兵装を完成するための各種の電子機器類も同時にアップデートされることとなり、搭乗者のインターフェースとなる操縦席周りもほぼ新型機と見まごうばかりの刷新が図られるものとみられている。こうしたブロック4への刷新は2024年をめどに実施されると予想されており、現代の電子機器類による制御がその兵器自体のパフォーマンスを決定するという手法において、すでに開発当初より想定されたプログラムにのっとったものだ。そうした意味においては、F-35 ライトニング2戦闘機という大枠の機体、そのものをハードウェアとし、それを構成する電子機器類の性能をより高めつつ、新機能を持たせることは、ソフトウェアの更新だと考えて差し支えないだろう。このように、例えば身近な製品であれば、スマホやパソコンなどに見られるアップデートという更新を行うことで、初期の開発に莫大なコストを必要とする兵器開発も今や進められており、一面これは継続的な開発コストの発生源と見ることもできる。しかし、かつてのようにリリースされた状態の性能がほぼ全てであり、強化するためには新規の開発を経てハードウェアを一から生産するというようなやり方よりは、ある程度総合的に見てローコストに抑えることだと考えられる。ことに F-35 ライトニング2戦闘機においては、すでに全世界で見れば3000機を超える機体数の生産が予定されており、ブロック4開発には約1100億円に上る開発コストが見込まれているものの、
一機あたりで考えた場合には安価とも言えるだろう。また、この約1100億円と見積もられたブロック4開発費用は、アメリカが 70% に相当する部分を負担すると発表されており、その意味においては、他の F-35 ライトニング2戦闘機採用国の負担をさらに低減させるものだと見られる。しかし、物理的な個々の機体に対するアップデートの改修費用は別途必要となり、これはアメリカが採用する F-35 ライトニング2戦闘機だけでも日本円にしておよそ1兆円はくだらないとされている。さらに、ブロック4に止まらずその後は、ブロック5、ブロック6と段階的なアップデートが必要であることは明らかであり、その追加されるであろう能力と同様に、現時点では費用も未知数だと言えそうだ。